カップラーメンあるある。よし、そろそろ3分経ったから食べようかしら。なにこれ、しくった。火薬取り忘れたままお湯入れてんじゃん。食べる直前に取り忘れた袋が浮いていることに気づく。蓋についた野菜食べないともったいないよね。カップ焼きそばの場合、開けたら上蓋に野菜ついていがち。スープは体に良くないと分かっちゃいるけど、ついつい飲み干してしまいがち。麺が落ちないように慎重にっと。あー、はみ麺してんじゃん。湯切りの時に隙間から麺が出てきがち。最後の締めは汁飯にかけるぜ。残った汁にご飯を入れるとめっちゃうまい。この音って一体何だろう。シンクに湯切りしたお湯が流れると謎の音が鳴る。いただきます。うわ、汁冷た。なんで？けー、夫のコンセント抜けてるじゃん。お湯を注いだ後に夫の中身が水だった時のがっかり感。パッケージの写真が美味しそうだったから買ってみたけど、ちょっと微妙だ。いつもの買っとけばよかったな。新商品よりも昔から食べてるカップラーメンの方が大体美味しい。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。後入れのスープを入れ忘れたまま完食。